はい、こんにちは、岩崎チャンネルのお時間でございます。私が来ているのが、JR の塩尻駅ですね。僕が住んでいる塩尻市にある駅なんですけども、この駅の構内になんとあのおしゃれなカフェ&ワインバーができたということで、店内レポートしていこうと思います。じゃあのこだわりとしては塩尻ワインにこだわっていて、塩尻市ってワイン作りがとても盛んで、それで美味しいワインたくさん作ってますけども、塩尻ワインをにこだわったお店って実はあんまりなかったりするんですよね。なので今回はこの駅の中にできたアイマニというカフェ&ワインバーで、どんなワインが飲めるのか、どんなお店なのかレポートしていこうと思います。では行ってみましょう。アイマニは塩尻駅の改札と東口の中間にあります。お店から改札まで1分で行けちゃうので電車が来る直前まで楽しめちゃいますね。近いですね。いいですね。さあ次は店内を見ていきましょう。あ、カウンターあるんですね。いいですね。で、右側の壁は、あ、ワイナリーの所在地がわかる壁、センスいいですね。で、メニューボードがありつつの奥のカウンター席からは、あ、いい景色見えますね。最高っすね。アイマニのマネージャーのキノピーさんです。開店おめでとうございます。ありがとうございます。はい、ということで早速なんですけども、はい、あの塩尻ワインにね、こだわったお店ということなので、はいはい、塩尻ワイン僕も昼間からいただいちゃいたいなと、はいはいはい、であのそのワインに合う、あのランチもね、あのやってらっしゃるということなので、はい、その2つ今日はお願いしてもいいでしょうか。ああ、かしこまりました。はい、よろしくお願いします。はい、ちなみにランチおすすめ何になりますか？ランチおすすめはアイマニドッグホットドッグ。あ、ホットドッグ。はい、オリジナルメニューで。あ、いいですね。はい、とそちらにあるワイン、今日のラインナップこちらになってるんですけど、はい、どうかな。ベリービスさんのカベレーネフランでいきますか。赤ワインの A、 こちら、あ、いいっすね。こちらでお願いします。というわけで今回はこちらのアイマニドッグいただいちゃいます。うん、うん、まっ。これうまいぞ。これね、粗挽きソーセージがジューシーなんですよ。で、一緒になってるお野菜も地元産で、もううんまい。イエーイ、赤ワイン来ました。うえー、ベリービーズワイナリーさんのカベルネフラ。はい、ありがとうございます。というわけで昼間から赤ワインいただいちゃいます。すいません。これもうまい。からのホットドッグ。あう、もう最高っすわ。今回いただいたのはさっぱりめの赤ワインなんですけども、ジューシーなホットドッグとさっぱり赤ワインのコンビは最高でございます。はい、というわけ で、でここからはですね、アイマニのコーナーの、はいはい、田中さんにお話しいただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。改めて、どういうお店なのっていうところをちょっとまず、あ、それ聞きます。それ聞くでしょ。それ聞かないとどうすんの。はい、ちょっとお願いします。合間に、はい、塩尻駅のちょうど改札出て本当5秒ほどにある、階段途中のお店なんですけれども、塩尻ワイン一択で今提供させていただいております。
ですね、まあ、アイマニっていうお店の名前からですねご説明しますと、なんか駅にあることからですね電車に乗る合間にパッと使ってもらえるような気軽なお店を作りたいなとか、なるほどね、なんかこうワイナリーの方々であったりとかワインが好きな人たち、うん、プラスその地域の、住民の方々、うん、なんかこういった方々をつないでいく、人と人の合間に立ちたいなとか、なんかいろんな意味でこう合間にっていう言葉を使わせていただいております。だから合間になるんですね。そうそうそう、なるほど、はい、なるほどなるほど、うまいことやったでしょこれ、ね、なるほど。いや、あのでもすごい納得感あった。自画自賛すいません。その合間に立つ必要性を、うん、じゃあ感じたってことですね。そう、なんかこうなんだろうな、絶対じゃないんですけど、はいはい、なんかこう塩尻にいるのに、うん、こうワイナリーがたくさんある町にいるのにそんなにワイナリーさんのこと知らないよねっていう人たちたくさんいるし、いや僕もまだまだ全然知らないと思う。そうそうそう、だからなんか そういうなんだろう、知らないを知ってるに変えるようには誰かがこう間に入って伝達者をしないといけないよねとか、うん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 、なんかそういう思いからあの飲食店っていう形で今回は合間に立たせてもらっております。うん、なるほどなるほど、はい、塩尻に住んでる、うん、僕もあんまりワイナリーさんと触れる機会、まあ飲んだりはねたまにはしますけど、ワイン飲んじゃうけどそれ作ってる人どんな人なのって聞かれたら分かんない、ちょっと分かんないよね。分かんないし、その塩尻にはワイナリーが16かな、16もあるじゃないですか、うん、これめちゃくちゃ多いんですけど、めちゃくちゃ多い、16個も名前も分かんないし、そのワインを飲んだことは当然ないっていうところで、うんうん、まだまだ知らないよね、市民の人たちも知らないし、よその人もっと知らないよねっていう。そう、こういうね、あの湯浅さんのような方がお店に来ることで、当然やっぱりこうワイナリーさんとの連携もお店は図ってて、うん、常日頃、まあ、遊びに来てくれる関係性を作っていると、うんうんうん、で湯浅くんのようにワイン知らないんだけど、作り手知らないんだけどっていう人がプラッとお店を寄った時に、うん、隣にうん、醸造家の方がいるとか、ワインのね、うん、なんかブドウ栽培担当してますみたいな人がいると か、ここの出会いも作っていきたいよねと、うんうんうん、だから僕がこのままワイナリーがどうこうどうこうだよみたいな話するよりも直接出会える場所でそのまま聞けちゃうとか、うん、なんだったら友達になっちゃうみたいな、あ、めっちゃいい、そういう場を作っていきたいなと、うん、そういう人と人の合間にです。素晴らしいじゃないですか。素晴らしいでしょ。いやこれは必要塩尻に必要。意外とこんだけワイナリーがあってワインの町塩尻ですよってやっぱり大々的にやってるんですけど、なかなかそういったあのコミュニティが醸成されるようなスペースがなんかあるようでなかったなと思って。そうかも、うん、なんかそれはこう地域のブランドとしても必要だし、うんうん、それが駅っていうこの町の入り口にあることで、うんうん、ひょっとしたらこれからもっと観光に寄与できたりとか、なんか地域の人たちが、一人一人がワイナリーさんのことをちゃんと理解している状態が作れるかもしれないとか、なんかそれが地域のブランド力のアップなんだろうなと思って、偉そうにすいません。いやいやいやでもその一、まあ、田中さんのね一消費者だったわけじゃないですか。そうそうそう、もう飲む線ですよ本当でその立場からあったらいいなと思って作ったっていう、ね、あった方が飲むのも楽しいし、作り手さんもこうなんだろう、自分たちのお客さんって言ったらあれだけど、うん、自分たちのワインを愛してくれてる人たちのことを知れて、うん、よりモチベーションが上がるだろうなとか、なるほど、なんかそういう効果を期待してます。なるほどね。いやいいですね、いいですね。実際お店に来ましたと、はい、でこの視聴者さんが気になっているのは、はいはい、あのお店に来ると何を提供されているのかなっていう、うん、どういうこだわりを持ってこう提供してますみたいな話はどうですか。まあ、随時、うん、あのワインでいうと赤白6種類、まあ、白さん、赤さんを毎日、結構日替わりでグラスで提供させてもらってて、うんうん、まあ、当然あのご注文いただいたらボトルでも提供しますし、うんうん、まあ月並みですけれどもワインに合うような、少し当てであったりとか、うん、お料理であったりとかっていうのは提供させていただいてます。なるほど。だからといってワインを知ってる人というよりかは、うん、普段ワイン飲まないんだけどみたいな人でも、うん、なんかとっつきやすいようなワイン揃えてるので、うん、あまりこう肩肘張らずに、うん、気軽にちょっとコーヒー飲みに行こうかみたいな感覚で寄るといいです、ね、ちょうどいいのかなと思ってたりします。なんかお料理もがっつり食べる作り込むっていう感じよりは本当にこうワインに出会うきっかけみたいな、あ、そうそう、もうね家みたいな感じ、あ、宅飲みしてますみたいな、だから、うん、本当に
あのだからといって料理のクオリティが低いわけじゃなくて、あ、もちろんね、もちろんね、うん、なんか地のもののお野菜使わせてもらったりとか、うん、あの近隣のシェフの方と一緒に監修してもらって作ってみたりとか、うん、あのそこら辺のクオリティは担保するようにはしているので、うん、美味しいお酒と美味しいあてみたいな、うん、あとは何かな、まあこういったちょっと関西弁のお兄さんがカウンター越しで愉快に喋ってくれるので、はい、カウンターおすすめかな、はい、あ、はい、ここね、ここのカウンターが、はい、いいかなと思いますけどね。なるほどね。いや、じゃあもう本当にフラッと、これもワインの知識とか関係なくフラッと来てほしいと。全くいらない。もうなんか逆にワイン語られたらちょっと困ります。うん、ああ、なるほどね。ちょっと嫌なやつに見えちゃうかもしれない。ワイン語ってると。それはじゃあ気をつけましょう。気をつけましょう。はい、あのね、初心者というか、そう、あのライトなファンの方がまずは来るお店ってことでね。うん、なんか本当に、うん、いつも言うお話するんですけど、こうワイン結構何飲んだらいいですかって聞かれるんだけど、うんうん、あのワインって言ってもいろんな品種のブドウを使って作ってるので、うんうん、なんか好きな品種を探す、あ、ちょっと伸びくなべてみて、うん、あ、私メルロー結構好きかも、ナイアガラの甘いのがいいよねとか、うん、なんかそういう風にちょっとずつ自分の好きなワインを探すようなお店かもしれないですね。あ、でそこで本当にハマったら、それこそワイナリーさん直接ね、行ってくれたりとか、専門店に行くとか、うん、そういうきっかけになるお店にね、ここで覚えるっていうのも一つの手かと思ってます。なるほど、いいですね、はい、ありがとうございます。それではですね、はい、最後に、はい、あの視聴者の皆さんに改めてメッセージ、改めてです、改めてメッセージ、なんかあれですよね、あの本当塩尻ワイン一択でやってるので、うん、ワインってもうすごい世界観あるんですけれども、うん、まあ、この塩尻のワインをしっかり知ってみたいとか、作り手さんに会いたいなっていう時はフラット塩尻駅で降りていただいて、入ってきていただけると、うん、あの非常に満足のいくワインタイムが過ごせるんじゃないかなと思ってますので、うん、ぜひともお近くじゃなくても遠くから来ていただけるとありがたいなと思ってます。ぜひ終電までの時間をね、電車までの時間をね、このお店で過ごしていただいて、電車乗るまで1分かかんないので、うん、切符だけ買っておいてもらったら、ここ駅の中ですからね、ギリギリ駅の中です、はい、そんな曖昧です。はい、わかりました。じゃあぜひですね、これをご覧の皆さん、ワイン好きな方も、うん、あのそうでない方も、ね、そうでなくてもちょっと興味湧いたぞぐらいの方もね、うん、気軽に来れるということでございますので、コーヒー1杯でもいけますんでね。あ、コーヒーとかそういうのもある。全然紅茶も出してますし、あとあの電源もねあるんで、あ、そうそう、あの仕事しながらとかね、ここちょっと映ってないですけど、このカメラの裏側はあの窓際席にカウンター、窓際カウンターになってるんで、だいたいこの席はみんなパソコン開きながらお昼ワイン飲んで仕事されてます。あ、もう優雅です。そんなビジネスパーソンにもぴったりでございます、ね、優雅です、ね、はい、ぜひともよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたします。田中さん、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、みんな来てね、はい、という感じで今回の動画この辺で、じゃ あのこの動画がですね面白いなと思ったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします、はい、田中さん、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。じゃあまた来週、来週かな、うん、また次回いつかあ、夜も来ます、あ、夜も来ます、夜も来ます、ありがとう、はい。